行者塚古墳は、兵庫県加古川市山手にある古墳。形状は、前方後円墳。最上古墳群を構成する古墳の一つ。兵庫県南部、陰南の大地から北に伸びる細長い断球場に、築造された大型前方後円墳である。1995から1996年に、発掘調査が実施されている。墳形は、前方後円形で、 前方部を南西方向に向ける。噴球は3段築生。噴球長は99メートルを測り、加古川市内では最大、張間地方でも有数の規模になる。噴球表面では、竜山石を主とする吹石のほか、円筒派に割列が認められる。また作り出が、噴球首レブの左右2カ所、後円部の2カ所の合計4カ所認められる。 首レブ西の作り出では、全面調査によって、継承派には、土星模造品の配列が明らかとなっているほか、公園部北東の作り出では、粘土角一基が検出されている。墳球周囲には集合、外包みが巡らされるほか、公園部側では、外包みの外側に、外集合が巡らされる。主体部の埋葬施設は、公園部中央における粘土角三基で、 いずれも未調査である。粘土核のそばでは副装品箱2機が検出されており、それらの中から混同性スカシボリ体、金具、靴は、鋳造鉄符、筒状製銅製品、鉄製武器、鉄製工具、鉄、金床、鉄服、ともえ型銅器などの鉄製品、製銅製品が出土している。 この行者塚古墳は古墳時代中期の4世紀末用マイナス後世紀初頭頃の築造と推定される。機内最古級のワグの湿度や朝鮮半島、中国との交流を示す副装品の湿度で注目されるともに首レブ西の作り出の全面調査によって作り出での古墳採取を明らかとする上で重要視される古墳になる。古墳域は1973年に 国の史跡に指定された。現在では史跡整備の上で公開されている。首入れ部西作りで手前の埴輪列が食い違い、入り口部を形成する。首入れ部西作りでの継承埴輪古墳の規模は次の通り。墳球の1段目、2段目は高さ約1.6メートルを測るが、3段目は約6.1メートルと飛び抜けて高い構造になる。 作り出4箇所はいずれも長方形であるが規模は異なり、そのうちクビレブニシュ川の作り出では、全面的な発掘調査が実施されている。調査によれば、円筒埴輪を方形に並べて区画し、分糾側では列を食い違いにして、入り口部とする。区画内側では、家型埴輪が8個体以上が検出されたほか、小型ハニワと魚、鳥、アケビ状、ヒシノミ、 切り身状の食物土製模造品が検出されている。また作り手と公園部紛糾との谷間には、縁滴を敷いた上に囲い形埴庭が置かれる。首レブ東側の作り手では、首レブ西側の作り手と同様に、公園部紛糾との谷間に縁滴を敷いた上に、囲い形埴庭が置かれ、囲い形埴庭の中には、家型埴庭が置かれる。また公園部北東の作り手では中央に、 年度格の埋葬が認められる。墳球周囲の集合は幅約14メートルを測り、その外側の外包みは幅5から6メートルを測る。また公園部側では、外包みの外側に、外集合が巡らされており、幅約8メートルを測る。公園部墳町主体部の埋葬施設としては、公園部墳町の東西7メートル、南北10メートルの方形母校の中において、 年度各3機が構築されている。3機はいずれも主軸を紛糾主軸と平行方向とするが、いずれも未調査である。中央年度各、西年度各の間と、西年度各の西側の2箇所では副装品箱が検出されており、中央副装品箱からは、混同性スカシボリ体、金具、靴は、鋳造鉄符、筒状製度製品などが、西副装品箱からは、 鉄製武器、鉄製工具、鉄、金床、鉄服、もえ型銅器などが検出されている。これらの副装品は、朝鮮半島、中国との交流を示すものとして注目される。また前述のように、公園部北東の作り出においても、年度各一期が確認されている。ありがとうございます。